それではですね、またウロ戦争なんでこんだけ長いこと続いてるのか、いろんな角度で、ね、分析してきましたけども、今日はですね、これ、ですね、反転攻勢が始まったと、ね、これもゼレンスキーもプーチンも、両方ね、反転攻勢が始まったとも認めてますね。ロシア軍への反転攻勢が始まっていることを初めて認めました。ここでゼレンスキーも認めた。ロシア大統領は10日会見で、ウクライナで反撃と防御の行動が進められていると明かしました。で、まあ、プーチンもウクライナが反転攻勢を始めたとして、ということはもう両軍、認めてたということなんで、いよいよね、今まで心理戦、いろいろやったやらんね、カフカルダムがどちらがやったとかっていう情報戦をしてましたけど、今度は戦線ですからね、今膠着している、ヘルソン、ザポリージャ、ドンバスと、いうふうなドンバス地方というような戦線が、これからどう動くのかと。ね、ゼレンスキーが言うというようにクリミア奪還まで行くのか、あるいは少しでも押せるのかというようなことがこれから目に見えて分かるということなんで、多分ね、反転攻勢が始まった大体2週間ぐらいである程度のね、どちらが優勢かっていう答えは出ますんで、まあ、そろそろもう6月、ね、末、7月入る頃には何らかの答えが出てくるんじゃないかなと思います。でね、その中でも、ここですね、兵頭さん、兵頭氏、これ、防衛研究所かに勤めてるんかな、防衛研究所に勤めてる兵頭さん、ね、兵頭氏というのが、ダムはロシア側にメリットが多いとかって言ってるけど、まあね、これもどうなんでしょうね、反転攻勢がするのに、まあね、ウクライナから西側っていうか、その川を通してドニプロ川を通して攻められないように、ね、ここに水没させたんやと、ダムをロシアが爆破してこの地域を水没させたんやというんやけど、川って結構ね、渡河が難しいから、もともとここら辺はね、ウクライナが、ね、侵攻するのが難しい地域やったっていうのはロシアも踏んでるし、まあここですよね、ここ今攻められているこのザポリージャ地方をね、こういうところが陸路やから一番ね、補給路も近いし、こっちはまあ結構遠くなりますからね、だから補給路も近いということで、この辺が戦線があるんやけど、なんかこういうことで、ダム破壊はウクライナがやりましたよっていうのがこの人が言うてるみたいです、日本ではですよね。 でもね、もう画像付きでこういう形で反転攻勢が始まった後、ね、その反転攻勢に使われているレオポルド2戦車、これドイツのね、結構性能のいい戦車と言われている戦車がどん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 やられていく、ね、これ4両破壊されるような、ね、画像が出てたということで、反転攻勢は始まったけどもね、そこで、やっぱり結構な損失ウクライナも出てますよ。それも当然ですよね。 F-16 って航空優勢がまだない、段階で、陸路だけで攻めようと思っても、それね、ロシアの方も航空優勢はあるんやから、上から攻められるというような形になれば、平原攻めれば攻めるほど、ね、兵員も兵力も、ね、やられちゃうと、まあ言うと特攻みたいなもんですよね。そういう特攻をウクライナ人はゼレンスキーにやらされてるんやというような状況ですよね。で、ここら辺はね、もうこのニキータでね、この方も全部これ貼っときますけど、おすすめですね。この方のね、ロシアウクライナ情勢っていうのはおすすめなんで、これをね、まあ今回ね、これのご紹介ということもあるんやけども、このね、ニキータデンさんがロシアのね、どうしたことについてはそういうプラットフォームの方から見ていただいて、ね、見ていただいたら分かるという方で、これ、ザポリージャ方面のね、戦線
ですけども、戦略的なミスも露呈させており、こんだけ躊躇している兵士たちを強制的に前進させようとする行動も取っている模様です。つまりロシア軍に対するそこに、ね、傍受したウクライナ軍の無線では、ね、突撃を拒否する兵士の数が増えている模様です。そして、ね、結構だから正確にいいね分析してやられてここでもやられてる。せっかく支援してもらったレオパルト2や米国の戦闘装甲車両なども空からの援護もなく狭い一本道を順をなして死に目にしてしまい、そのことにより迅速に後退することができず、ね、ロシアの空爆や地雷の餌食となってしまった模様です。ロシアから情報やけども、まあ、できるだけプロパガンダになるあとにドローンで擁護する予定だったそうですが、ロシアの電子部隊によりぜひね、この番組は反転攻勢始まったら見てください。週に2回ね、水曜日と日曜日にアップしてるんで、これもイラン日本のね、そういう戦場を毎日やってるような戦場状況っていうよりも、それから日本のテレビの状況を見るよりも、こちらの方が、ある程度ね、偏らないプロパガンダの情報が見られるんで、ぜひ面白いと思いますんで。で、ね、今の状況をもう一回まとめると、両軍、ゼレンスキーもプーチンも反転攻勢が始まったと、いうことです。そして、そこの、ね、どこに攻めてるかっていうと、やっぱりザポリージャ地方がね、一番ね、攻められるところ、そこを分断するとクリミアまで行けるからっていうような形で、そこを主眼にして攻めてるんじゃないかなと。ドンパスとか、あるいはロシアの越境、ベルゴロドなんか越境はしてるけども、それは、ね、誘導みたいな形で、ザポリージャを主力にね、レオパルトも入ってるから攻めてるんやけども、航空優勢がない、ね、ウクライナ軍っていうのは、こうね、上からやられて損害が大きくなってるというような状況みたいです。だからね、あと2週間ぐらい経ってまた戦況を見てみたら分かると思うんやけども、まあ、この反転攻勢がどうなるかは、2週間後の結果をお楽しみにということで、これはもう戦線ですから、結果出るもんですからね。戦線がこのまま膠着するのか、ウクライナが押し切るのか、ロシアは多分もうね、ザポリージャと、ね、ヘルソン、それからドンパス、ルハンスクを取ればもう十分満足か、そこで膠着してもええと考えてると思いますんで、いつ停戦になるかはこのゼレンスキーの、反転攻勢の結果次第ということです。まあ、制御もアメリカもこの結果次第で、支援も先細るかもわからないので、まあ、楽しみに見てみましょう。